ドジャース、エンゼルス、日本時間6日、グレンデール。ドジャースの大谷翔平投手は5日、日本時間6日、米アリゾナ州グレンデールで行われたエンゼルスとのオープン戦に、2番、指名打者、で先発出場した。試合前には昨年まで一緒に戦ったマイク・トラウト外野手とハグ、ダブルコート。再会、を喜び合った。2018年から昨年まで、6年間エンゼルスでプレーした大谷。ドジャースの一員としてエンゼルス戦に臨んだこの日、トラウトの再会を喜び合った。グラウンド上で熱いハグと握手を交わした。二人が公の場で顔を合わせるのは約5ヶ月ぶり。トラウタニ、と称されるなど、最強コンビを結成した二人による感動的な光景がグラウンドに広がった。トラウトは大谷のドジャース移籍について、彼のことをただ嬉しく思う。誰もが読んでいたし、自分もそう思っていた、とコメント。大谷が結婚を発表した際も大谷のインスタグラムに、兄弟よ。本当に良かった、と祝福コメントを寄せていた。